裸の特異点は、一般相対性理論における用語で、地層の地平面に囲まれていない、時空の特異点である。通常、ブラックホールの特異点は、光も出ていくことができない空間に囲まれており、その外側にいる我々が、その特異点を直接観測することはできない。つまり、特異点の情報は外に伝わらないため、地層の地平面の外側では特異点の存在に、 かかわらず、物理現象、因果率を議論することができる。それに対して、裸の特異点では、物質密度が無限大となる点あるいは、時空の曲率が無限大となる点が、外側から観測することができてしまうことを意味する。ブラックホール外部の因果関係に関わる形で、このような無限大の量を含む点が存在すれば、一般相対性理論は破綻するので、 既存の理論ででは因果関係を予測するることができなくなく一般相対性理論自身の解として得意点が予言されることは事実であるが果たして裸の特異点が存在するのかどうかが長い間の理論上の問題となっている。ペンローズはこのような裸の特異点は自然界には発生しないだろうと予想して宇宙検閲感仮説を唱え 特異点は必ず地上の地平面によって隠されると考えた。1992年にシャピーロとトイコロスキーによって示された円盤状のゴミの崩壊のシミュレーションでは崩壊した軸状の少し外れた点において曲率は無限大に破綻した。このシミュレーションでは地上の地平線ができなかったので裸の特異点が形成されたと考えられた。この結果は 宇宙検閲観仮説が破れた例であると言える。また、1993年にチョプティックがブラックホール形成に対する臨界現象を数値計算で発見した。それによると、多摩対象時空のスカラー状の重力崩壊においては、ブラックホールが形成されるかどうかの臨界点付近では、スカラー状の初期振幅とブラックホールの質量との間に、 べき即の関係があることが示された。この結果は宇宙検閲管仮説が破れる可能性があることを示唆する。ホーキングはキップソーンと宇宙検閲管仮説は守られるかどうかで賭けをしていたが、これらのシミュレーション結果を受けて数年後負けを認めた。現在の理論で裸の得意点が存在するとしても、 領事重力理論が完成すれば回避されるのではないかと期待されている。ありがとうございます。